はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、これは、大関株式会社。大関って、ほら、ワンカップ大関って、あるでしょ。あれの、日本酒ですね。極上の甘口。これ、先ほど、黄門のカップを飲んだ後なんですが、黄門かなり辛口だったんで、こちら、ね。300ml。日本酒度がここに書いてあるんですけど、とてつもないです。日本酒度がマイナス50です。もう桁が違う。マイナス5とかでも相当甘口なんだけど、50とかね、これ、本当かよって思うんだけど、ね、多分適当に書いたんじゃないかと思われます。アルコール度数が10度以上11度未満。あ、少ないですね。低い。おすすめの飲み方が冷やして、だそうです。若干黄色みを帯びていますが、本品の特徴です。米たっぷり贅沢仕込み。と書いてあります。これ製造年月日が12年の11月。だから1年前ですね。製造年月。まあ、関係ないでしょ。賞味期限書いてないですから、大丈夫です。多分大丈夫です。大丈夫ですね。賞味期限は書いてない。極上の甘口。ということで、もう多分、日本史上最高の甘口なんじゃないか。マイナス50度って。ね。さあ、これで俺が甘口が好きかどうか、辛口が好きなのか、黄門が好きかこっちが好きかで、とりあえずまあ大体わかるでしょ。どっちが好きなのか。というのがわかる。と思われます。それでは、乾杯。あ、確かに若干、ほんのちょっとだけ色がついてるね。これ甘いっていうか、もはやなんか、酸味すらするぞ、これ。若干酸っぱい。確かに甘い。てか、だいたい度数が少ないんで、低いんで、10度ぐらいでしょ。甘いね、確かに。これ、あれだわ。鼻つまんで飲んだ、これワインだと勘違いするわ、これ。ワインの、しかも甘口のワイン。極上の甘口。間違えた。甘口日本酒。大関株式会社。極上の甘口。マイナス50度という類、類を見ない甘さに高い酸度を、あ、やっぱ酸度を加えることで、後味爽やかに仕上げました。嘘。酸っぱいよね、これ。滑らかに丸みを帯びた上質な味わいをワイングラスなのでおしゃれにお楽しみいただけます。ほんと類を見ないわ、これ。マイナス50度って。酸度が高いのか。はあ、冷やして飲んだ方が、ほとんどこれ、あれだわ。ワインだよ、これ。甘口の。それも相当甘口のワインだな、これ。
あ、2013年、モンドセレクション。金賞受賞だったよ。これ 720ml もあるっぽいです。これ 300ml なんですけど。はぁ、あ。いや、でも、モンドセレクションって金出せば買えるらしいですからね。ぶっちゃけ。これは甘いわ。確かに。確かに甘い。ワンカップ。うわぁ、大関、ワンカップ多いわ。ワンカップ大関。多いね。とりあえず。何が何なのかもよくわかんないぐらい多い。うん。もはや何が違うのか多分。これ全部当てたらすごいわ。俺確か飲んだことあるのワンカップミニですね。ワンカップ大関のミニ。若干違うんですよ。日本酒度がやっぱり。これ。いや、でも確かに、うまいはうまいですよ。うん。うん。これはこれで美味しい。うん。俺やっぱ甘口が合うのかな。確かに美味しい。うん。うん。これちょっと熱燗でいただこう。これ以前飲んだほら、あの、ワインに似てる。以前ほら、甘口の、ワイン、あ、赤玉か。飲みましたけど、あれに似てますね。非常に。甘い。とにかく甘い。確かに甘い。うん。うん。うん。やっぱりコクがある。うん。残るね。うん。うん。でもやっぱ若干酸味があるんで、そこかな、やっぱり。うん、先ほどのほら、黄門に関しては、あれは食中酒。うん。やっぱ、食べてるときに、何か食べてるときに飲むのが一番合うかなと思ったんですけど、こちらはちょっと、ね、何か飲んでるとき、何か食ってるときはちょっと、やめた方がいい。かなと。うん。確かによくよく考えるとこれ、赤ワインの、あれだな、本当に。だって酸味が強いもん。赤ワインも酸味強いでしょ。あれと同じですね。ほとんどわからん。正直。まあ、鼻つまんだら確定でわからん。ワインなのか、ね、日本酒なのかって、全然わからん。うん。うん。まあ、でも、日本酒嫌いな人には、これは飲んでみたら、
でもまあ、こんな日本酒ないですからね、まあ大体。日本酒嫌いっていう人にこれを飲ませて、うまいって言ったとしても、多分これを、以外の日本酒は飲めないと思う。本当にワインだわ、これ。酸味がまさにワイン。もう。しかもこの瓶もなんかワインっぽいよね。これ日本酒なんだよ、これ。こんな瓶してるけど。マイナス50度っていうのも、どっからその、どういうあれなのかもよくわかんないけど。確かに甘い。甘すぎるな。いや、甘すぎるってこともないんだけどな。でも少なくとも普通の日本酒、プラスマイナスゼロぐらいの。日本酒度プラスマイナスゼロぐらいのやつよりは絶対こっちの方が美味しい。とは俺は思うけどね。確かに。これは確かに美味しい。日本酒嫌いな俺でも結構、割と、ぐいぐい飲めちゃう感じですね。これはなかなかすごいわ。ようこんなもん作ったな。確かに甘いんだけど、酸味があるからちょっと、みたいな感じ。ちょっとこう、バランスが取れた感じ。ちょっと扱いいただきましょうか。甘さよがなんか酸味が引き立ったな、これ。熱燗にしたら。なんか、なんか気持ち悪くなるほど酸味が引き立ってるな。まずい。気持ち悪い。酸味がピューってきてる。まずい。もうまずいね。これは。一言。まずい。もうだって、甘みがもう引き立つもクソも最初から大体甘いんだよ。ね。だから基本的にお酒ってほらあったかくすると甘くなるでしょ。だけどもうほぼ極限まで甘いからもう甘さがもう引き立たないでなんか酸味の方がなんか引き立ってんだよね。で、もうなんか気持ち悪い。なんか
いわゆる、胃液の味がする。なんか、うえって入って、胃液ほら、たまに吐くでしょ。たまにっていうか。うえって入った時に、こう、酸っぱい、みたいな。あれのなんか味がなんか引き立って、なんか似たような味になってる。うわ。なんでこんなの飲まなきゃいけないんだろう。っていう感じ。気色悪いな。まあでもこの極上の甘口、これ 300ml で400円ぐらい、350円ぐらいで売ってたんで、まあ試すにはちょうどいいんじゃないですかね。うん、ぜひ試してもらいたいと思います。悪いな。うえ、確かにこれはあれだ。厚かまんまおすすめできんね。うん。やっぱ冷やして飲んだことによって多分酸味が若干抑えられて甘みが引き立つ。でも若干酸味があるからちょっとあーみたいな感じ。あ、ちょっといい、いいね、みたいな感じにはなるとは思います。まあ、ぜひ、ね、極上の甘口、ね、飲んでみてください。こちら四つ星かな。美味しいですよ。うん。ワインです。ほとんどワインですね。うん。それではご視聴ありがとうございました。